はいどうも、攻撃力ゼロのクリボッチです。今回はクリスマスということでデッキ紹介やパック開封といった感じではないんですが、まあせっかくねクリボッチの僕がいるわけなんで、せっかくなんでラッシュデュエル、まだまだカードの数は少ないですが可愛いキャラもねいっぱいいるので一緒に見ていこうかなということでクリスマスに撮ってます。悲しい悲しすぎ。早速ちょっと見ていきましょう。まずはマキシマム超絶強化パックのノーマルから見ていきましょう。クリスマスだからねちょっとぐらいまあ可愛いキャラを見て癒されようということで、ただしサンタクロスてめえはダメだ。まず言いました、白金銀河、意外とね可愛いね。この段のカードは意外と可愛い系というよりはちょっとこういいね。よく見るとねこの突風も結構可愛いんですよね。たまらん。キャッチーボーディストも可愛いね。次ジレアの方を見ていきましょうかね。まずジレアでみんなが好きといえばこいつじゃないですかね。アミュージーパフォーマー、まあ、イラストが好きっていうのもあってさん積みしてました。あとジレアで可愛いと言ったらやっぱこいつじゃないですか。ドリアード、森の精霊、草木の力を借りて相手の動きを封じる天使、天女、聖女、あと同じ段に入ってるこの水の魔導士、地味に僕はこいつも好きです。強気な感じのお姉さん、そしてこのボディラインがくっきりと見える服ね、うん、たまらん。さあ次はスーパーの枠なんですが、スーパーはね基本的に魔法使いが可愛い子が多いんですよ。例えばね佐々木です。佐々木じゃねえわ、ささやきの妖精、この子もね最初からいますが可愛いね。ささやきの妖精、スパークハーツガール、この子も活気があっていいね。このヒールのかかとのところがハート型になってるのもいいね。ただ魔法使いって言ったらやっぱビーストサモナーが群を抜いてるんじゃないですか。僕はビーストサモナー激推しです。なんとか使えんかと思って無理やりデッキにぶち込むぐらいなんで、獣にはたまんないんじゃないですかビーストサモナー。この子も秘めたる可愛さを持ってますんで、サイキックダイバージェンス。あとウルトラ枠で言えばセブンスロードウィッチ、この子も可愛いよね。たまんねえなおい。僕はこの子で一点張りなんで、魔法使いはやっぱり可愛い子が多いね。あと僕昔からすごく好きな遊戯王の女の子カードがいまして、こいつです。これ普通の遊戯王なんですけど、リミナスバルキリア、勇敢なる光の天使、その強い正義感ゆえ負けると分かっている悪との戦いでも決して逃げない、効果もかっこいい。このカードは僕昔から好きで、ずっとこうやってスリーブに入れて日の当たらないとこに置いてずっと三積みしてるんですよねはい、今回は僕の可愛いと思う遊戯王の女の子カードたちを紹介しましたが、皆さんはどの子が好みでしょうか。意外とロミンが好きっていう人もいるかもしれないですね。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。ラッシュデュエルの女の子が可愛いと思ったらぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。なんだこの動画。